なんとか練習の時間に間に合いそうだね。ギリギリセーフだよ。さっと目当てのものだけ買っていればもっと早くに終わってたはずなんだけど。だってすっごく楽しかったんだもん。いろんなチョコをたくさん試食できて最高だったよ。デパートのチョコレート売り場ってすっごいんだね。マキちゃん、誘ってくれてありがとう。こんなに喜んでもらえるなら誘ってみてよかったわ。毎年バレンタインのシーズンになると特設会場が設けられたりして楽しいのよね。チョコレートの楽園って感じだったよね。みんなにもあのワクワクした感じ伝えたいな。みんなの分のチョコも選んだし、ほのかがこんなに嬉しそうにしてるんだから十分伝わるんじゃない。そっか、そうだよね。みんなにあげるチョコをどれにしようか悩むのも楽しかったな。そうね、いろんな種類のチョコが用意できたからみんなも喜んでくれるんじゃないかしら。うん、バレンタインライブの打ち上げはチョコパーティーだね。パーティーっていうほど準備はしてないけど、まあみんなでチョコを囲むのは楽しみよね。だよね。これは小鳥ちゃんの分でしょ。それから海ちゃんと、あれ、どうしたのよ。いきなり大きな声出したりして大変だよ。マキちゃん、バレンタインライブの振り付けに使うチョコ忘れてた。それならちゃんと買ってあるわよ。え、すごい、さすがマキちゃん、頼りになるよ。褒めても何も出ないわよ。それでどんなのにしたの。見たい見たい。別に普通よ。バレンタインライブに合うようにハートのチョコにしてみたわ。中身は当日のお楽しみね。その箱すっごく綺麗だね。きっと美味しいんだろうな。私は食べられないんだけど。美味しいわよ。私のお気に入りのチョコなんだから。マキちゃんのお気に入りなの。食べたい食べたい。ねえ、今味見しちゃダメかな。ダメに決まってるでしょ。味見もできないなんてあんまりだよ。そんな顔しないの。そういう演出だってみんなで決めたんだから。今から振り付け変えられたりしないかな。マキちゃんが私に食べさせてくれて自分でも食べるの。ダメ。だいたいチョコが食べたいから振り付けを変えるなんてできるわけないでしょ。そうだよね。どうして食べさせるふりなんて振り付けにしちゃったんだろう。うじうじしないの。そもそもそれってほのかが言い出したんじゃない。ちょっと意地悪な感じの振り付けにしたいって。そうだったっけ。本番で使うチョコは特別だけど他にもいろいろあるんだから我慢しなさい。もう朝から元気なんだから。ライブがすっごく楽しみで早く目が覚めちゃったんだ。ほのかはやることが極端なのよ。まだ誰も来てないじゃない。いいのいいの。ところでマキちゃん、あのチョコレートを持ってきてる。もちろん持ってきてるわよ。今日のために用意したんだから。だよね、マキちゃんが忘れるわけないよね。それにしても美味しそう。私も食べたいな。言っておくけど食べるふりだからね。わかってるよ。じゃあ早速振り付けの練習をしようよ。二人でペアになるところからね。いいわよ。じゃあ合図して。せーの、ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォー。ここで振り返って笑い合って、差し出されたチョコを見つめて。ちょっとほのか、食べようと狙ってるでしょ。狙ってないよ。そう、じゃあ続きいくわよ。ほのかの口元にチョコを出して
甘い甘いハートのチョコレート、食べてみる？わあ、素敵！天使もとろける美味しさなの。好きあり！キャー！ちょっとほのか、人の指まで食べることないでしょ。だってそうしないとマキちゃんが食べちゃうから。もうそういう振り付けだって言ってるでしょ。油断も隙もないんだから。だってすっごく美味しそうだったんだもん。つい、なんかごめん。ほのかがチョコを楽しみにしてるのは分かったから。もう別に怒ってないから、そんな顔しないで。え、怒ってないの？当たり前でしょ。ライブでは絶対にやらないでね。ライブが終わったらみんなで食べる分も用意してるんだから、我慢しなさい。えへへ、マキちゃんってやっぱり優しい。